生涯城を守り続けた伝説の女城主。戦国時代に活躍した女性といえば、必ず名前が挙がるのが橘銀千代でしょう。ゲームや漫画などで彼女のことを知る人も多いのではないでしょうか。わずか7歳で城主となった男勝りで勇敢な銀千代には、戦国武将にも引けを取らないほどの勇ましいエピソードが残されています。夫を陰から支えるというのとはまた違う銀千代の強さ、今回はそんな彼女の生涯をご紹介します。もし興味深いと感じていただけたら、チャンネル登録もお願いします。鬼の武将の一人娘、わずか7歳で城主に。豊後を中心に九州一帯を支配した大友宗麟の重臣であった別姫秋面と文殊女子の娘西姫との間に銀千代は生まれました。1569年、かの織田信長対浅井長政の姉川の戦いが起こる1年前のことです。別姫秋面は法名橘道雪の方が有名な雷を斬ったという逸話の残る武将ですね。銀千代の上には姉がいましたが、14歳で亡くなってしまいます。道雪夫婦は仲睦まじかったとされていますが、子に恵まれないことに悩んでいました。そこに生まれた銀千代は待望の男子とはいきませんでしたが、道雪にとっては遅く生まれた娘として非常に可愛がられ大切に育てられました。銀千代という名は、慎み人の話を聞く子に育つようにという意味を込めて、肥前の高僧によって付けられました。ところがその名とは正反対の父によく似た男勝りの血気盛んで活発な性格であったと言われています。その性格は道雪の影響もあったことでしょう。銀千代が女子であっても男子のように育て、いずれ城主を継がせようと道雪が考えていた説があります。銀千代は城主としてふさわしい振る舞いや礼儀作法を厳しく教えられ育てられます。この頃道雪は橘城の城徳を任じられていました。城徳とは城主から城の管理と軍事指揮権を任されることで、この時代の北九州から中国地方にかけて用いられていた言葉です。橘城は博多に位置し、当時はポルトガルとの交易も盛んに行われていました。そのため博多周辺の支配権をめぐって争いは今後も絶えないだろうということを道雪は感じていました。道雪は37戦37勝の豪将とはいえ年老いた身であったため、わずか7歳の一人娘銀千代に家督を譲ります。この時代で女子が城主になるのは後継ぎの男子が幼いために、その男子が成人するまで城主を代行する形がほとんどでした。いわゆる摂政や関白のような立ち位置です。ところが銀千代は名実ともに橘家の家督を相続したのです。大友宗麟は最初から橘家で女子が家督相続するのを認めていたわけではなかったようです。子が銀千代一人で男子のいない道雪に対して、男子の養子を取り跡継ぎとするよう何度も勧めていたと言われています。しかし銀千代以外は跡継ぎとしない頑なな道雪の姿勢に宗麟の方が折れました。道雪は家臣の立場ではありますが、戦での成果も上げ、時には主君である宗麟に助言するほどの信頼関係があったので、異例の女子家督相続が認められたのでした。道雪は銀千代が13歳の時、
大友氏の一族から婿を迎えます。それが高橋常雲の子、15歳の宗茂です。豊臣秀吉が刀狩り令を出す7年前、1581年のことです。同じ年に宗茂は道雪と共に出陣し、太宰府で敵の大将である堀江備前を討ち取りました。道雪は初陣にしてこのような活躍を見せた宗茂の武勇に大変惚れ込み、臨地用の婿にぜひ迎えたいと考えます。宗茂は長男であったため、常雲は長男は無理であるが次男なら婿にどうかという形で返事をします。宗茂本人も婿養子にはなれない立場だと誇示していました。しかし道雪は宗茂の人柄こそ我が家にふさわしいと何度も頼み込み、常雲と宗茂は根負けする形で婿入りを承諾しました。一度決めたら粘り強く諦めないで行動する、これが道雪の戦の強さの秘訣なのかもしれませんね。ここで7歳から立花城の城主であった銀千代はその役割を夫宗茂に譲ることとなります。宗茂を婿養子として立花家に送り出すとき、父常雲は今後敵同士として刀を交えることになったら立花家の先鋒となり私の首を討ち取りなさい、お前は今から立花家の人間であると言い、婿に入る心構えを息子に伝えたとされています。こうまでして望まれて婿入りした宗茂との結婚生活が始まりますが、二人には様々な困難が待ち受けているのでした。父の死と夫との別居。1585年、銀千代の父道雪が柳川城攻めの最中で病にかかり73歳で亡くなります。道雪の死が直接のきっかけかは定かではありませんが、父への義理立ては終わりとばかりに、この年から銀千代と宗茂は別居をし始めています。この別居は同じ年に宗茂が側室を設けたからであるとも言われています。夫婦仲が悪かった説もありますが、それを裏付ける資料はありません。最近では側室の件が先ではなく、いつまでも宗茂の子ができないことに悩んだ銀千代が立花家の血を絶やさないために身を引いたとも考えられています。結果的に側室にも子ができなかったため、後に宗茂は自分の甥を養子縁組し立花家の後継者としています。宗茂が男性不妊であった可能性もありますが、当時の考え方では不妊はすべて女の責任と銀千代は思い悩んでいたのかもしれませんね。困難はまだ続きます。道雪の死の1年後、豊臣秀吉が始めた九州征伐に伴って筑前に島津軍が侵略してきます。島津軍と戦い、大友家を離反せず最後まで忠義を尽くす立花家と高橋家。敵は2倍以上の兵力を持って攻め入り、常雲がこもる岩屋城は陥落。この戦いで常雲は討ち死にします。銀千代夫婦は相次いで両方の父を亡くしてしまいました。島津軍は勢いに乗って宗茂のいる立花城を包囲します。絶体絶命かと思われましたが、宗茂は籠城戦を持ちこたえます。島津軍の本陣に奇襲をかけたり、動揺した島津軍を秀吉が派遣した援軍とともに叩いたりと反撃を開始し、秀吉の九州平定に大きく貢献しました。島津家を降伏させた後、秀吉はその武功に大変喜び、宗茂に一大名としての地位と柳川に13万石の領地を与えています。
そして彼のことをその忠義鎮西一、その豪遊また鎮西一と評価したと伝えられています。宗茂は1590年の小田原征伐にも出陣し、そこで秀吉の天下統一がなされます。戦後諸大名たちの前で東の本多忠勝、西の立花宗茂、東西無双と秀吉が言ったとされるほどの貢献ぶりでした。この間銀千代は夫の代わりに城を守るため武装し、鉄砲隊を組織して自ら指揮したと言われています。秀吉の天下統一後にあった朝鮮出兵にも宗茂は出陣します。その活躍は共に出陣した小早川隆景から立花家の三千は他家の一万に匹敵すると評価されたほどです。秀吉を圧倒した銀千代。この時期に銀千代が秀吉を驚かせたエピソードも伝わっています。朝鮮出兵で宗茂が留守の間に、秀吉は銀千代の美しさを噂に聞いていたため、よからぬことを考えて銀千代を名古屋城に呼び出します。ワクワクしていた秀吉の目の前に現れたのは、なんとも強そうな女武将。そうです、銀千代は秀吉の前に薙刀甲冑姿で武装して戦に馳せ参じる姿で現れたのです。あまりの勇ましいいでたちに、秀吉も今は他国との戦の最中であるからな、大変立派な心がけであるとやましい気持ちもしぼんで、ただただ圧倒されるばかりであったとされています。朝鮮出兵は敗走する結果となり、秀吉の死後から大名たちの覇権争いのムードが高まります。かの有名な関ヶ原の戦いでは美濃が戦の中心となりましたが、同時に全国で東軍側と西軍側につく者たちの戦が起こっていました。徳川家康は武功の名高い宗茂を西軍に引き込もうと莫大な恩賞を用意して使者を使わします。しかし宗茂は東軍を裏切るといった恩を仇で返すことはできないと、決して首を縦に振りませんでした。東軍側の加藤清正をはじめ、黒田官兵衛や鍋島勝重らの軍勢が宗茂が守る立花城を目指して攻め寄せてきます。清正は立花家の領地に踏み込む際に、江ノ浦街道と瀬高街道の分かれ道に差し掛かり、どちらに行くべきかを家臣に尋ねます。すると家臣は、江ノ浦街道には銀千代が宮永の館に陣を張っております、領民から非常に慕われている銀千代が攻め入られていることが知られれば、領民たちは武器を取り我々に襲いかかってくるかもしれません、お勧めできない道でございますと答えました。その意見をもとに清正は銀千代のいる江ノ浦街道を避けて瀬高街道を進んだと言われています。さて、家康の誘いを断った立花家はその後一体どうなったのでしょうか。関ヶ原の戦い後、銀千代の願い。関ヶ原の戦いの後、西軍に味方したことが理由で宗茂は立花家を改易され浪人となりました。宗茂の過去の功績を知る加藤清正や前田利家などの名だたる大名たちは、彼に自分の家臣になるよう声をかけます。しかし宗茂は誰かの家臣になることを拒み続けました。清正は家臣とするのは諦めますが、優秀な宗茂をそばに置くために嘱託として彼を自分のもとへ迎えます。朝鮮出兵の際に清正は宗茂に窮地を救われているので、その恩もあったのでしょう。
一方で夫婦の別居は続いたまま、1602年に銀千代は34歳の若さで病により亡くなります。宗茂は領地も妻も失い、失意のどん底だったことでしょう。1603年、家康が将軍になった年に蟄居していた宗茂は本多忠勝の推薦により江戸城に召し出されます。そして元敵軍とはいえ、家康から優秀さを認められていたために、元の領地柳川の大名として任じられます。一度改易をされてから元の領地で大名に返り咲いたのは、後にも先にも宗茂だけです。銀千代は夫宗茂のために、私の命と引き換えにしても夫を返り咲かせてくださいという願掛けを死の間際まで毎日欠かさなかったそうです。宗茂は死後、柳川の三柱神社に祀られています。そこには同説銀千代も眠っています。後継ぎ問題や戦などさまざまな事情があって二人は別居していましたが、死後にやっと生きていた頃の枷から解放されて仲睦まじく暮らしているといいですね。皆さんは銀千代の生涯にどのような感想をお持ちでしょうか。コメント欄で教えていただけると嬉しいです。またこの動画が面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。